毎度こちらです、ミノルタの CLE と標準 40mm のセットになります。こちらストロボですね、純正の CLE のストロボ、多少すれありますがなかなか綺麗な状態でした。テストしてないです。取説ですね、ストロボとボディの取説、綺麗な状態で付属しています。それから、フィルターは使えそうですけど、フードはちょっと破けています。あとはこちらが純正の電子レリーズと、機械式と、両方使えます。付属しています。ボディ CLE かなり綺麗な状態だと思います。このようにあまり使用感もないぐらいだと思います。まだこのように触った跡が残ってしまうぐらい綺麗ですね。特に気になるような箇所はなく綺麗ですね。今テスト用のフィルムが入ってます。この CLE はこのパターンで一応メーター動きますが、実際はフィルム面でもう一回速攻しているので、フィルムを入れないとはっきり きちんとした露出が出ないですね。ファインダーきれいに見えてます。露出計これですね、もう動いてます。絞りを動かせばこのように露出も変化しています。細かな精度は別として、十分使えるレベルだと思います。軽く触るとスイッチオンで電気がついて、ちょっと半押しすると露出が、今手離していますね。つけるとスイッチが入って、ちょっと半押しすると露出が安定するというか決まるという感じで、それで実際フィルム面でもう一回速攻してますので、特にスローな時はフィルムを入れてないと表示通りのシャッタースピードにはならないみたいですね。今のところいいですが、CLE は露出に関してはもう現状というか今安定してます。いいですね。ただ、こういうのは期限ものというか、なんというか、とにかくフィルムをきちんと入れないと露出計もきちんと動かないと思ってください。これでスイッチオンですね。ちょっと半押しすると露出がだいたい決まるという感じだと思います。今フィルムが入ってます。実際のテスト用ですけどね。フィルムが入ってないと厚板の明るさで速攻しますので、はっきり正確な露出にならないようですね。でこちらでセルフになります。ファインダーも綺麗ですね。距離計も良かったです。特に問題ないと思います。セルフも大丈夫です。これセルフ戻したものを忘れるとまた上がってしまいますね。レンズは M6-40 の F2、このようにパッと見は綺麗で、全く外観も問題ないんですが、ここら辺ですかね、この40ミリの付近の前玉の裏あたりがちょっとカビ跡か汚れみたいのですね、ここに見えますね。端っこの方に白くちょっとなってますが出てます。
まあ、使う分には全く問題ないレベルだと思いますし、全体的には、まあ、悪くないと思います。まあ、多少ありますけどね。まあ、まずまず綺麗に映ります。が、まあ、多少前玉の裏に、今言ったこの40ミリの付近ですね、ここに多少周辺出てます。ヘリコイドはスムーズ、絞りも問題なく動いています。綺麗な状態ですが、今言ったちょっとレンズが汚れてるのと、あと、まあ露出関係は AE ですね、AE 関係は現状になりますので、よろしくお願いします。